こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も単行者の茶掛の前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、俗をなす人心虚なりです。盗賊となるようなものは心が落ち着かない。悪事を働く者は心がビクビクしているということ。水岩霊さんが道場で修行者たちに向かって、私は皆に懇切丁寧に説法をしてきたが、それが角であったために罰として眉毛が抜け落ちたのではないだろうかと尋ねたのに対する、匍匐重点の回答です。なおこの問いかけに対する複数の回答の中で雲門文言による感が示されます。では今から俗をなす人心虚なりを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。